何か芸をしないと渡せません。芸やらないんだろうやら では今日は朝青龍関の気持ちを詩吟に伝えていきます。骨が折れたと嘘を言って地方巡業休んでモンゴル行ってサッカーしてテレビ放映されてやばいとは思ったけれども帰ってきたら高砂親方がかばってくれたのでなんだか今場所も行けると思ってあると思います。はい、懸賞金は朝青龍